初代クランブルック伯爵、ゲイソン・ゲイソン・ハーディは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の保守党政権下で、閣僚職を歴任した。1872年4月20日の、バニティフェア氏に描かれたハーディ。1814年10月1日、ロームーア製鉄所の所有者、ジョン・ハーディとその妻、イザベルの間の三男として、イングランド・ヨークシャー・ブラッドフォードに生まれる。 シュルーズベリー校を経て、オックスフォード大学、オリオルカレッジへ進学。1836年にバチェラー・オブ・アーツの学位を取得したの学位も取得。さらにインナーテンプルに入学して弁護士資格を取得し、北部巡回裁判に加わった。1855年の父の死去後、政治活動に専念する。1856年から1865年にかけて、 レオミンスター選挙区選出の保守党、所属庶民院議員を務めた。ついで1865年から1878、1858年2月から1859年6月にかけて、第2次、ダービー伯爵内閣の副内務大臣を務めた。1866年7月から第3次、ダービー伯爵内閣の旧品法委員会委員長に就任。 1867年5月に内務大臣スペンサー・ホレーショーオルポールがハイドパークでの暴動を機に内務大臣職を辞すると変わって内務大臣に転任した。在省、庶民院内総務ベンジャミン・ディズレーリが中心となっていった選挙法改正を補佐。以降、ディズレーリの支持者となる。第一次、ディズレーリ内閣でも同職に留任。1874年2月に 第二次、ディズレーリ内閣が成立すると、陸軍大臣として入閣。1876年から1878年にかけて、東方問題、ロト戦争が発生する中、ディズレーリの親トルコ政策を補佐した。1876年8月に、ディズレーリが貴族院へ移籍し、代わって、サンスタフォードのスコート順断尺が庶民委員、院内総務に就任したが、ハーディは、 彼との折り合いが悪かった。1878年3月には、インド担当大臣ソールズベリー公爵が、外務大臣に転任したのに伴い、インド担当大臣に就任し、内閣が終わる1880年4月まで、在職した。1878年5月には、ハーディとノースコートの対立回避のため、クランブルック爵に除せられ、貴族院に移された。同月、直教を得て、 名前を加盟をゲーソン・ハーディに変更した。1885年6月から1886年2月にかけての第一次ソールズベリー公爵内閣には、スーミツ委員議長や陸軍大臣として入閣した。1886年8月に、第二次ソールズベリー公爵内閣が発足すると、はじめランカスター公領大臣、ついでスーミ密委員議長に就任し、 内閣が終わる1892年8月まで勤めた。同月にクランブルック伯爵に助せられる。1895年に政界引退した。1906年10月30日、ケントのヘムステッドパークで死去。1878年5月4日に以下の釈用新規にノブされた。1892年8月22日に以下の釈用新規にノブされた。 1838年にジェーン・オアと結婚し、彼女との間に、クランブルック伯爵位を継承する長男ジョン、ゲイソン・ハーディや、庶民議員となる三男、アルフレッド・ゲイソン・ハーディなど腰を設けた。ありがとうございます。